では8レース走ります。福井92期の鷲田浩二選手です。よろしくお願いします。お願いします。今回復帰戦の新田選手と同じレースになりましたけども、はい、どうですか。そうですね、まあ間違いなく強いので、まあ京都の村田君と2人で倒せるように頑張ります。まあ、相手は4社になるというふうに聞いたんですけど、はい、正直な感想はどうですか。まあ参りましたねだからパーセンテージがもう一桁ぐらいになったのかなと思います。でもだんだん点数もやっぱ伸びちょっと上がってきて、はい、実際調子としてはどうですか。調子はまああんまり変わってないんですけど、春先から、はい、ただこの後がこう地元記念だったりちょっとフォームが続くので、そろそろ嫌な予感はしてます。まあ、今回最近あったチクプロも手伝いに行って、全プロですね。そうですね、全プロをやってて、そうですね、ちょっと練習があんまりできてないんで、まあそこに加えてスピードが出る前橋なんで、まあやれることやろうかなって感じです。はい。サンサンバンクはどちらかというと、サンサンは得意ですね。得意、はい、まあ内側開けばって感じですね。はい、突っ込むという感じですね。はい、まあ、ここで盛り上げて、はい、地元記念は出ないとは思いますけども、はい、まあ、いろんなイベントとかは、そうですね、まあ去年決勝行ってバンク内で盛り上げたんで、今年は場内で盛り上げたいと思います。で、まあ調子としては何万点持ちぐらいですか。調子は、まあ、2万5000スタートで、まあ、2万8600ぐらいじゃないですか。あ、はい、それなり、それなり、それなりっすね、はい、箱下ではないです、はい4日間、はい、意気込みをよろしくお願いします。はい、ちっちゃい上がりを上がって最終的には、3万5000点ぐらいは持っているように頑張ります。応援お願いします。